ゃあそれでは、受験生時代に大変だったことっていうのを、ちょっと森先生高木先生伺いたいんですけれども、はい、じゃあ森先生からお願いします。はい、やっぱそうですね、まあ、担当は自分でもなんとかこう合格点まで取ろうと思ったら取れるんですけど、なかなかその論文でどう書けば点くるのかが分かんなかったので、それが分かるようになるまでがまあ大変でした。やっぱ中でも憲法がやっぱり一番難しいなと個人的に思っていて、いや憲法どう答案書けば点くるのかなっていうのも結構試行錯誤して、まあ、自分もいろんな文献とかを探して読んで、まあ、ようやくなんか自分の中でこう書けばいいのかなっていうのを見つけて、まあ、そこから合格するんですけど、それを見つけるまでが大変でしたね。はい、見つけるまでどのくらいかかりました？1、2年ぐらいですかね。やっぱり試行錯誤っていうか自分で見つけた感じですか？まあそうですね、いろんなものを情報を、まあ、取って、まあ、市販の本とか、うん、合格答案集とか、そういう、あともちろんあれですね、法務省のものとか。予備校は使いました。予備校はもう6種類の予備校を使いました。かいつまんでいろんなものを見て、はい、そういうのも全部ひっくるめて頭の中で整理して、うん、なんか探したっていう感じでした。でもそれめちゃくちゃ大変ですよね。大変でした。赤井先生いかがですか？そうですね、僕は実はレックで勉強を始めさせてもらって、で、まあ、普通に講師の言うことをその通りやっていつの間にか受かってたという記憶なんで、まあ、大変だったというのは、まあ、強いて言えば一番最初ですよね。スタートの時にどういうふうにこう復習していこうとか、あるいはこうどういうふうな感じで回していこうというのが、まあ、確立されるまでというのは、まあ、結構いろいろと試行錯誤しましたけど、なんか途中からは結構なんかレールに乗っかった感じで、はい、すんなりと来れたかなと。まあ、自慢じゃないけど、まあ、レックさんのこうカリキュラムね、まあ、前から良かったんだろうと今となっても思いますけどね。はい、高先生は？私はちょっとなんか苦労したことっていうのも、なんか大学受験の頃から、まあ、正直なんか勉強ってもの自体があまり違和感がなくて、その、まあ、なんかやれば新しいこと知れるし、まあちょっと受験っていう世界だと結局できるようになればそれだけ結果が出てきて、それでまあ楽しかった。そのままなんか大学受験終わって、でまあその後まあ社会人になってからも司法試験目指すっていう時も、結局その受験勉強自体がまあ面白かったみたいなのもあったの で、その時に自分とかはもうやっぱり予備校の教材であったりとか、まあそのまあ一般的にまあ合格者が使ってるノウハウみたいなものをまあ見よう見まねでやっていく中で、まあ担当だったらまあ過去もやれば点取れるじゃないかとか、まあ論文だったらまあこういう書き方だったらまあ点が来るのかなみたいなのをちょっと試行錯誤していくのが、まあ、実際、まあ、楽しくやれたところもあるので、まあ、大変だったっていうよりはむしろ、まあ、これでいいのかなっていう、まあ、結果、まあ、予備試験も司法試験も結局論文だから評価は返ってこないと分かんないじゃないですか。だからその部分はちょっと不安かなと思ったんですけど、まあ、勉強自体になんか違和感は特になかったので、まあ、まあ受験生の今受けられる方とかも、まあとりあえずはもうなんか自分のやることを信じて、まあ一回やってみるっていうのがいいのかなとは思ってはいますね。はい、